ラルク・アンシエルライブ2014国立競技場、ラルク・アンシエルライブ2014国立競技場は、日本のバンド、ラルク・アンシエルのコンサート及び、それを収録したライブビデオ。ラルク・アンシエルライブ2014国立競技場は、2014年3月21日22日に1年10ヶ月ぶりに、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で、開催されたコンサートである。2012年に行われたライブツアー 20th Anniversary ワールドツアー2012ザ・ファイナルでの国立競技場公演とは異なり、スタンド全周を客席にし5万5千人、フィールドは花道を排除し限界まで座席を敷き詰め2万5千人を収容した。スタンド、フィールド含め8万人、両日合わせ16万人を動員し、ライブにおける国立競技場の最多動員数となった。また、国内37館の映画館で生中継されたほか、イギリス、フランス、アメリカ、メキシコ、台湾、香港など海外20都市でもライブビューイングが実施された。ライブ会場では、来場者全員に水色、白色の2種類があるポンチョ、L ポンチョとソニーの子会社、ソニーエンジニアリングが開発したリストバンド型ライトFreFlowの独自バージョンであるL'edが配布された。Lポンチョを着用したファンをスクリーンに見立てて100台以上のプロジェクターを用いて虹や大海原を泳ぐイルカを投影するプロジェクションマッピングL'edを無線で光を操作して客席に文字を描き出すなど観客を交えた演出が繰り広げられた。hydeはこのL'edを用いた演出について、かなり実験だったと述べており、あの段階だと光量が足りるかわからなかった。新しくなった LED ライトで光量が足りるかどうか、暗かった場合どうしようっていうことをずっと照明と打ち合わせしていた。客席を360度にしたことで完璧に一人、数との照明とマッチしたと振り返っている。AB メインステージにポップアップで出現した4つのカプセルの中から登場。演奏前にステージ前方の聖火台に点火。AB アリーナ席に設営された正方形のサブステージにて以降3曲披露。ABC、L ポンチョを着た観客全体をスクリーンに見立てたプロジェクションマッピングが行われた。本公演で披露された新曲。2014年8月13日に完全受注生産限定作品として発売された。ラルク・アンシエルディスコグラフィーラルク・アンシエルライブ2014国立競技場2014年11月12日発売。発売元はKi/oon Music。本作品はライブ2014国立競技場の2日目公演の模様を収録しており、ライブ公演の撮影では最大規模となる20台以上の 4K 解像度カメラを用いて撮影が行われた。同年7月23日からは本作品の 4K 編集によるダイジェスト映像の放映がソニーの液晶テレビ、ブラビアとのコラボレーション企画として銀座ソニービルソニーストア大阪、ソニーストア名古屋他全国約1800店の家電販売店で行われている。形態はブルーレイディスク及び DVD の2種類で発売され、それぞれ完全生産限定版と通常版の2、形態、計4種が設定。完全生産限定版には、ラルク・アンシエルオリジナル USB メモリ、及びライブ音源を収録したブルースペック CD2 が封入された。本作で2012年にリリースされたアルバム、バタフライで初音源化された楽曲、シェード・オブ・シーズン。未来世界が初映像化された。また、本作で初のオリコン BD 総合チャート首位を獲得した。映像ランキング総合1位の獲得は2009年発売のライブインパリ以来5年半ぶりで音楽 DVD と BD の週間売上枚数を合算した総合ミュージック DVD/BD ランキングでも1位となった。7th Heaven Revelationグッドラックマイウェイ、ブレスハニーウィンターホールネクサス4レディー、ステディーゴーメトロポリス未来世界月相、マイハートドローズ、エイドリームザフォースアベニューカフェ、XXX シェードオブシーズンドリンク IT ダウンエバーラスティングブレイムカレスオブヴィーナスドライバーズハイリンクあなた完全生産限定版付属 CD 完全生産限定版特典ラルク国立最多8万人ライブ五輪並みスケールスポーツ報知ラルク国立史上最多8万人ライブhyde気持ちよかった産経スポーツラルク国立8万人五輪級ド派で演出デイリースポーツライブレポートLアーク ENCL 国立競技場に光と炎の一大スペクタクルこういう素敵な光景を見るといいバンドだなと思いますからワークスハット東京 FM 山田久志のラジアンリミテッド F2014 年12月12日ラルクソニーの4形態応液晶テレビブラビアとコラボ。全国約1800店の家電販売店店頭で、デモ映像にXit Music4形態応ブラビアでの Lアーク ENCL ライブ2014アット国立競技場4形ダイジェスト映像の店頭視聴、体感に関するお知らせソニーハット、オリコン、ラルク、国立ライブ BD が1位映像首位は5年半ぶり、オリコン。ラルク&CLライブ2014アット国立競技場、ブルーレイ、DVD2014.11、12アウト、larcom.net、2014年11月25日閲覧。ありがとうございます。